はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、ムー、未確認動物、ユーマラムネ第1弾、ユーマカード全10種っていうことでね、極秘情報となっています。いや、こちらね、いや自分ね、UFO とかユーマとか大好きなんですよ。うん、なのでね、むしろこれが出てた時点が全然知らなかったんですけど、まあ、オリオンってね、駄菓子屋で有名なね、メーカーですけどね、オリオンってね、ラムネとかね、そういうので。で、10種がね、全10種のうち2種が入っています。ということでね、ネッシー、クラーケン、フラットウッズモンスター、ツチノコイエティ、カッパシーサーベント、スカンクエイプ、オヨフリオ、モンゴリアンデスワーム。オヨフリオっていうのはちょっと聞き慣れないな。スカンクエイプっていうのも聞き慣れないな。はい、こんなのが出てたっていうのは知らなかったんですけどね。うん、ということでね、これをね、ちょっと開封したいと思います。ちょっとどんなカードかっていうのがね、ちょっと気になるんでね。はい。ではね、実際にちょっと開封しようか。どこだこれ。あ、こうか。はい、こんな感じでね、これを開ける。あ、もうネッシー。ネッシー見えてた。いや、マジか。いや、一番ネッシー。いや、もう見えちゃった。でも2種だから、2種類入ってるから、もう1種類が何かなっていうのでね。あ、これちょっと見えちゃうな。まあ、ネッシーは確定なんでね。はい、見ていきましょう。ネッシー極秘情報。お、すごい。なんかこうグラフがあるんでね。知名度はやっぱトップだよね。凶暴度、目撃度、希少度、衝撃度。うん、10メートルから20メートル。イギリス、スコットランドのネスコ。まあ、あとはここにね、説明文が書いてあります。裏は、これ普通の流れだね。うん、こういう感じだね。ちょっとテカってるね。うん、ちょっと、キラキラしてる感じのカードですね。うん、はい。で、もう一個。さあ、もう一個は何でしょうか。いきます。せーの。クラーケンです。あれ？ちょっと待って。これ番号順に出てない。あれ、クラーケンだ。うわ、あ、ネッシーよりでけえ。20メートルから60メートル。目撃世界各地の海。え、そんなでけえんだ。あ、え、まあね、巨大イカはね、よく目撃されてますけどね。これすげえな。知名度全開、凶暴度、凶暴度高っ、衝撃度、まあ衝撃はでかいよな、目撃度、まあ希少度、あんまそんな高くもないか。え、性格はマッコウクジラと戦うほどどう思う。え、そうな、マッコウクジラと戦うほど。風が止み、ないだ海面が泡立つとき、クラーケンが現れる。前兆だと伝えられる。姿を現しては船を襲い、破壊し、船員は一人残らず食べられてしまう。あ、人食っちゃうのか、これ。はあ、なるほど。はい。ということでね、なんか番号順っぽいな、これなんか入ってんのね。連番っぽいな。はい、ということで今回ネッシーとクラーケンが出ました。いや、これね、またちょっと
あったら買いたいんですけどね。まあ、全種揃えたいよな。で、中身はね、はい、これはなんだっけ、ラムネか。そうですね、ラムネ、はい、これラムネなんだね。なんか美味しそうなラムネだな、うん、はい、ということでね、こんな感じで、はい、入ってました。またね、手に入ったら買いたいと思います。まあ、その時紹介するかはね、この視聴回数によりますね。はい、ということで、以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。